えー、皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します、えー。今回なんですけれども、まあ午前中からメンテナンスがあって、まあ午後1に、えー、っと、メンテナンスが開けたんですけれども、そこでまあお知らせ、まあイベントとかですね、えー、が来てますので、これはちょっと見ながら、まあ、ガチャガチャの方もね、見ていこうと、 思いますというところで、どれ見ていこうかな。なんか今回のお知らせ、まとまってるんが特にないねんな。まあ、一個ずつ見ていきましょうか。一応イベント、あ、これじゃない。え、イベントがね、え、開催されますというところで、まあ、いつも通りやね、集会していって、えー、っと、今回は何かな、ル,ルーレットなのかな。スゴロクかな。スゴロクじゃないもんな。この前のやつは。なので、ま、そんなんでしょう。 で、一応、まあ、あの、銃の翼がもらえるみたいなね、感じで、えー、書いてましたけども、まあ、それは何としても撮りたいかなと、ああいうような感じ。そして、えー、ミラティブ配信視聴キャンペーン。まあ、この前も、 第2回目とか、やったかなえー、あったと思うんですけど、今回3回目ね、えー、来るらしいです。7月の14日から、えー、期間は28日まで、えー、というところで14日間ぐらいなのかな。まあ、15回できるってことかな、まあ、まあ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 、そうなそうな。うん。で、<laughs> 一応10回配信したら、とか、うん、そう、こんなんやね。えー、っと、計800プラス、えー、視聴コメントで200個で、まあ、最大1000個もらえるようなね、感じになってるんで、えー、これを機に、 えー、もしご興味ある方はね、配信、えー、されてみてはどうかなと思います。えー、まあ自分はまあ多分配信すると思うんで、そしてあの、視聴ミッションもね、えー、一応クリアしたいんで、えー、っと、いろんな方の配信を あの、配信にお邪魔することもあるかと思いますけれども、えー、その際はよろしくお願いしますというところで。えー、っと、あとは何かな、まあ、これ、自由の翼ね。まあ、さっきみたいな気がする。えー、そして、えー、っと、これかなログインで毎日このトレジャーボックスっていうやつをね、えー、もらえるらしいんですけども、まあ、こっからアイテムがランダムで出てきますというところで、まあ、最大、これな、も100万 えー、もらえるみたいなんですけども、まあ、これ狙っていきましょうと、わざわざ赤文字で書いてくださってますけれども、まあ、その他、玉鋼があの5つだとか、まあそんなんだとかももらえるんで、まあまあ無料でもらえる分なんでね、えー、お忘れなく、えー、取っておきましょうと。こういうところかな。まああとはガチャガチャ来てますよというところなんですけど、ガチャガチャ見に行きましょうか。えー、っと、今回のガチャに関しては、大海原を、うん、読めない。はは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 。まあそういうこところ、要はそういうこと。はい。 えー、3キャラ、えー、エレン、ピーク、ファルコというところで、えー、実装されておりますけども、一人ずつ見ていきましょう。えー、っと、こちら、海賊エレンね。あ、あの、なんか怒りの位置がちょっと危うい感じがするんですけど、あのー、ちょっと、キュッとするのは僕だけでしょうか。<laughs> <laughs> はい。ということで、えー、前衛の防御型の緑ですね。えデ、ー、レインが来ております。スキル見ていきましょう。スキル1に関しては単体ながら、えー、麻痺があったりかな。えー、っと、あとは、デバフもあるんかな。うん、気絶か麻痺じゃなくて。え気絶とデバフ持ちの、えー、っと、スキル1が。 あり、えー、そしてスキル2に関してはこれがえー、っと鋼の姿勢ですねえー、っと対象が緑、えー、やったら鋼も腫れますよってことで、えー、っと基本的にはダメージ軽減、えー、かつ、えー、プラスアルファ鋼というところでまあ1技2役みたいな感じになってんの、うんまあ緑やったらっていう縛りはあるもののえー、っとコーナーのコンテンツとかで緑、えー、の、えー、相手っていうところで言うと緑編成でくる場合がまあ多い かなと思うんですけどそういう場合は結構活躍できるのかなと。まあ、二人入れるのはあかんところ、一人でいけるっていうような、まあ、感じになるかな。うん。えー、みんな感じです。えー、でも、緑で言うたら、まあ、強欲、および、あれか、あの、壁外、壁外ちゃう、進撃クエストが、あの辺が、まあ、今のところは緑で難しいかなというようなところにはなってくるかなと思うんですけど、まあまあ、今後もね、えーまあ、こういうのが出たっていうことが出てくる可能性は、新しいコンテンツが出る可能性は、 まあなきにしもあらずというところで、スキル3に関しては、えー、バフかな。バフと全体攻撃持ちか。<laughs> なるほど。えー、というところなんですけど、まあスキル1があの防御の、えー、値の1900%なんで、まあ防御値を、えー がが上がってる場合に、うん、あの高ければ高いほどまだダメージが出るとあいうようなところになっているかなと思います、えー。そして2人目ピークですね。こっちから光栄ですね。光栄の回復型のえっ、ー、と黄色体制ですね。えー、ピークです。えー、そしてスキ,ンスキルが、えー、回復量のアップやな。うん、と、えー これリジェネみたいな感じかな。えー、一応スキル2回打ったらえー、っと20秒間20%ずつ回復するよと2秒後とか。うん、<laughs> あの光栄でこういうキャラは多分いないと思うんで、えー、っと回復戦術育ててる方にとっては結構うんあのいいんかな。まあそうでなくてもいけるか。うん関係ないか。うん、あの常に 常にというか、えー、20%ずつ2秒ごとに回復していってくれるんで5000、まあ、5, 5万か5万超えないっていう程度にはなるんですけどまあでもでかいよねうん結構この光栄はありがたいんじゃないかなしかも黄色やし黄色が不足してるっていう状況を抱えてる方はまあまあ少なからずおると思う、まあ、そういった感じでは、えー、いいのかなと、まあ、黄色で言うと5万かなうんその辺で連れていくにはまあいいかなと思うんですけどまあでも大概ねあ そうか、うん、だいぶ強くなってきたんで、スキル食らったとて、まあ、ワンパンっていうことは、まあ、少なくなってきてるんかもしれないですけど、うん、まあ、あの、耐えた場合、この辺のリ,リジェネ効果が結構活躍してくれるのかもしれないね。うん、<laughs> はい、えー、3人目は、これ、ハーツ登場かな、ファルコ、えー。こちらも光栄なんですけど、えー、と防御型の緑耐性というところで、えー、来ております。 え、支援スキル見ていきましょう。えっ、ー、と、ダメージ耐性が8%パー、うん、ダメージ軽減なのかな、うん、で、防御が50%パー上がるということで、まあ、いずれもマックス値でしょうけれども、えー、っと、先ほど言ったエレンと組み合わせたりすると、まあ、そこそこダメージも増えるようになってくるのかなというような感じなんですけれども、えー、っと、条件が、えー、っと、ダメージ軽減状態になっている場合っていうところになるんで、まあ、そういったところではもう組み合わせしやすいのかなという感じなんですけれども、まあ、 まあ他のキャラでも代用はね、効くと思うんで、防御アップっていう意味では。えそういった意味では、うん、まあそこまでファルコを追っかけるっていう人はもしかしたら少ないのかもしれないですけど、まあ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 って感じ <laughs>。どっちにしろこのエレンのね、あの衣装が欲しいっていうがためにね、引きたいなと思う方もえ中にはいらっしゃると思うので、まあまあそんな感じでね、今回は。 えー、狙っていっていいのかなと思うんですけれども。まあ、防御型を育ててる方からすると、結構欲しいキャラには当然なってくるかなと。まあ、前回とか、まあ、だいぶ前か。まあ、だいぶ前に出た剣豪ミカサだとか、まあ、その辺と同じような類の、えー、スキルなので、うん。あの、ダメージ出す上では結構使えるかなと。防御型の方でね。うん。えー、っていうような感じになっておりますというところで、さあ、どうしようっていうところなんですけど、<laughs> まあ、とりあえず、 あのー、軽く10連だけやろうかなと思います。まあ,あね、うん。あんまり自分的にどれも該当しないんで、防御型を育ててるかといえば、あまあそうでもない。うん。<laughs> 回復型を育ててるかといえば、まあそうでもない。まあなので10連だけいっとこう。まあ、この衣装だけはちょっと欲しいかなっていう気持ちは少なからずあるんで、まあ10連だけっていう感じになるんですけど、ああまあ一応マントハーサストーンでワンチャンはあれ、あの、 自分出すために自分の左手をがっつり噛んでくれ。噛んでくれたな。初手から噛んでくれたな。ナイスだな。<laughs> ああ、パンチはかましてないというところを見ると、どうなんやろっていう感じなんですけど、まあ関係ないやろ。こうか。はい。なあ、まあファルコ。<laughs> 飛び切りの笑顔でできてましたね。うん。まあ、まあ。<laughs> どうやろうな。まあ、一応、前日レベルが上がってね。えー、っと、編成枠が結構ね。 え増えててるっていうところもあってこういったあの背景付きのキャラをあんま入れてあげたいなっていうところが少なからずあるんでまあこうなんか結構ね自分光栄キャラはね当たるんですよねこういう場合、まあ、<laughs> まあまあまあいいでしょう、まあ、0連だけちょっとね触っていこうかなと思っただけなんでまあハル子ゲットできたのはラッキーというところでえー、まああとはチケットもらえると思うんで、うん まあその辺で何しか弾けた絵かなというような感じではありますとこういうところで今回はえお知らせえどうもこんばんはえお知らせとまあガチャガチャねちょっとね見ていきましたけれどもえっとその何て言うかな防御型が活躍しそうなうんあのキャラなのでえもしねその辺のえ噛み合う方ですねかみ合う方あいたら どんどん積極的にいってもいいのかなと思います。というところで、えー、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います、えー。最後までご視聴ありがとうございました。